その名前で。協力する私たちに。信用できない。人間は裏切る。お前たちは亡者を奪い、伝説を冒涜する。信用できない。滑舌は良くなりましたが、使ってる言葉はそのままですね。まあ、コミュ力までは取り替えられないでしょ。近づくな。亡者を奪い、伝説を冒涜したと言ったわね。そうじゃないわ。私は、受け継いだの、レッドフードを。正確には、受け継ごうとした。でも、できなかった。理想だったの。私にとって、ああなりたかった。理想。でも、私はレッドフードとは違った。彼女の使命は、私のものにはできないと気づいてしまったの。だから、私は諦めた。言っていたわね。物語を書き直すこと。それがあなたの使命と。使命。あなたは、使命を諦めていないのでしょう。100年以上経っても、諦めなかったのね。諦めなかった。羨ましいわ。だから教えて、あなたが何を知っていて何がしたいのか。ヘレティック・アナキオールの復活ではなくて、何か別の使命を守っているなら手伝うわ。まだ信じられない。レッドフード、英雄を受け継いだとは限らない。冒涜したのかもしれない。それは、おはん、みんな元気か。レッドフードがお化けになって遊びに来ちゃったぜ。うわ、これ思ったより恥ずかしいな。みんなのことは全部聞いた。クイーンを倒すって話、まだやってんだって？100年もずっと。何してんだよ、お前ら。お前ら以外に倒せる奴がいないってか？なわけないだろう。だからそろそろ、後の奴らに譲って、ゆっくりしろよ。私はもう後を託せた。運よくいい奴に会えたんだ。それじゃ、先に行ってるぞ。レッドフード。そうか、そうだったのか。お前たちは、レッドフードの、そうか、あったのか。どうだった？安心したわ。私が知っているレッドフードと、少しも変わらなかったから。はあ、羨ましい。
私もあの時の姿を、とても美しかったあの姿を、もう一度見たい。私を、私たちを、助けてくれ。シンデレラに、会いたい。もちろんです。今回はバッチリですよ。よく言うわ。ウンファ、こんな作戦変更して大丈夫かな。現場での判断は指揮官に任せる。問題があるとは思わん。あまり気乗りはしないけどね。ヘレティックかもしれない相手を起こすなんて、それ自体がリスクだもの。グレイブは侵食から回復してるって言うけど、実際のところはわからないし。その通りだ。だが、ヘレティックモダニアという前例がある。ヘレティックから戻れるとは実証されている。ならば、絶対ありえないとも言い切れない。そして、それと同時に、シンデレラがどんな状態だったとしても、それが確保できたなら、アークの科学技術にとって重大な突破口になる。地上奪還に大きく近づくということだ。それはそうね。ヘレティックなんていつでも会える存在じゃないわ。でも、はっきり言ってリスクが高すぎると思うの。一番安全で確実な方法は、あの棺を壊すことじゃないかしら。でも、指揮官様が嫌がってるし。ええ、そこが大事な問題になるのよね。あいつの判断は戦術的に考えると話にならないことが多い。だが、いつも結果はいい方に転がった。今回もそうであることを願うしかない。惚れちゃった？バカを言わずにはいられない口のようだな。惚れないでよね。ライバルばっかで大変なんだから。ふっそれはそうね。そうだよ。ん？いえ、何かご用でしたか？指揮官。いえ、ベヒモスについて考えていました。異常な防御力にアーム、しかも相手はヘレティックです。巨大化も可能と見るべきでしょう。そんな怪物を相手にしてガラスの靴のダッシュを狙うのです。どうすればいいか考えていました。私は指揮官の判断を信じています。それからグレイブのことも。ありがとう。どういたしまして。でも、蹴られたことは忘れていない。それは、ごめんなさい。許そう。そう。ありがとう。皆さん、注意してください。アークの基礎構造物を展開したエリアが、またクリスタルで埋まっています。え、もう効き目が切れたの？いいえ。A ピラーで建造されたものは、半永久的に維持されるはずです。誰かが意図的にクリスタルを成長させ、再び押し返しているようです。はぁ！本当に陣取りゲームみたいになりましたね。喜ぶことじゃないでしょう。ベヒモス。想定外の事態です。ここまで爆発的なクリスタルの成長は。A ピラーを利用した E2 クリスタル破壊作戦は、一時中断とします。ヘレティックベヒモスを無力化するまでは、労力の無駄になってしまうでしょう。それは、倒せってことね。了解しました。
アナキオール。いえ、シンデレラはもうヘレティックじゃない。そうだ。最初のヘレティックという記録があるのだけれど。治った。その通りだ。お前たち、たくさん知っているな。驚いた。じゃあ、これからどうするの？シンデレラは棺の中で眠り続けてるんでしょ？どうやって起こすの？ガラスの靴を探す。ガラスの靴？シンデレラの専用武装。シンデレラは今、仮死状態だ。ガラスの靴に復活コードが仕込まれている。なぜ？昔の戦いで重傷を負った。意識を保てないほどだった。死んでいるのと変わらない。ガラスの靴にはシンデレラを蘇生できる仕組みがある。シンデレラとリンクすれば起動できる。じゃあなんで今までそうしなかったの？シンデレラの傷は私には治す技術がなかった。そのままではガラスの靴とリンクできない。まず体を修復する必要があった。部品を集め、素材を集めた。今はほぼすべて修復した。ハーモニーキューブの力を利用した。棺の治療能力を大きく上げてくれた。それで、キューブの乗っ取りを。そうだ。シンデレラの体は、ほぼ完全に回復している。あと少しでいい。だが、目を覚まさない。ガラスの靴とリンクしないと目覚めない。古い技術だ。誰にもわからない。ガラスの靴がどうしてもいる。それなら、誰かに助けを求めることもできたのでは？試した。人間は裏切る。ごめんなさい。どうしてクリスタルに封じ込められているの？そもそもシンデレラはなぜクリスタルに触れて無事でいられるの？シンデレラの外装は特殊材質。ガラスの靴と同じものだ。クリスタルには吸収されない。それとクリスタルは隠してくれる。ヘレティックから。ヘレティックはお互いの居場所がわかる。何度も見つかった。その度に奪われかけた。下流には奪われたことがある。必死に取り戻した。私は強くない。ヘレティックが相手ではシンデレラを守れない。だからクリスタルに隠した。でも、騒ぎになって見つかった。覚えていない。長い間だ。ってことは、このクリスタル地帯ができたのも相当前ってことね。その、シンデレラを蘇らせるにはガラスの靴が必要ということは分かりました。で、それはどこにあるんですか？このエリアの奥深く、ベヒモスが守っている。やっぱり、そう来ると思ったわ。わからない。フォービーストの目的は知らない。確かなことは、それを達成するためにシンデレラが必要らしい。だがそうなれば、シンデレラはきっと無事ではいられない。今が絶好のチャンスだ。相手はベヒモス一人だけ。ベヒモスに仲間を呼ばれれば、全員死ぬ。急がないといけない。早く行こう。案内する。